全国100万人のドリームキャストユーザーの皆さん、笑点の館日本武道館です。さあベイダーの登場だ。そして今リングに降り立ちます。マッチ30分一本勝負を行います。青コーナー370ポンドベイダー、初外れのこの体、今宵もベイダータイムの始まりだ。我がコーナー245ポンド長谷宏、国会にノーザンライト長谷宏、レフリー和田恭平、やってきてよかったドリームキャスト。さあやり返しのボタンがなりました。11戦目は長谷宏、初戦白星スタートなりますか。高い位置から叩きつけていった、ヘッドロック、自力でほどきます。ショルダースルー、つかみ起こします。5分経過、強烈、5分経過、思いっきり打ちつける、連続で打ち込む、力任せのパワーボムで叩きつけていった。そのまま叩きつける、技を解いていく。10分経過、リフトアップスラム、掴み起こします。身を翻して着地した、プッシュアップ、そのまま叩きつける、掴んで起こします。掴み起こします。ドリブルを連打していく。15分経過、両肩をつけていく、カウント3が入りました。汗を破りました。全国100万人のドリームキャストユーザーの皆さん、笑点の館日本武道館です。さあベイダーの登場だ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー
370ポンドベイダー。初外れのこの体、今宵もベイダータイムの始まりだ。我がコーナー265ポンドジェフリーマクワイルド。3回のマスラン、ジェフリーマクワイルド。レフリー和田恭平。キャバクリスリーは和田恭平。ゴングが鳴りました。試合開始です。2戦目に登場、ジェフリー・マクワイルド。この筋肉に立ち向かう術はある。自力でほどきます。カウンターで打ち込んでいった。ボディースラム、落差は十分。さらに打ち込む。サイドからヘッドロックに捉えていく。外していきます。5分経過。カウンターキー。5分経過。リバーススープレックスで切り返します。掴み起こす。強引に背後を取っていく。ハイアングルのボディースラム、ショートアッパー。キックにパンチ攻撃。さらに打ち込む。10分経過。パワーボム、豪快に投げっぱなした。気合とともに高々と持ち上げていく。背後に着地して切り返していった。の簡単には行かせません。掴んで起こします。連続で打ち込む。力任せのパワーボムで叩きつけていった。アバランシュホールド、体ごと浴びせていった。カウント3、これは返せなかった。ジェフリーから見事な勝利を収めました。今宵も幾多の強者たちが戦ったこの日本武道館にやってまいりました。さあ、ベイダーの登場だ。そして今、リングに降り立ちます。マッチ30分一本勝負を行います。青コーナー370ポンドベイダー。王道選手ベイダー、今宵も超 3D 空間にいざないます。我がコーナー275ポンド田植えアキラ。大胆かつ豪快にダイナミックに行くぞ、田植えアキラ。レフリー和田恭平。レフリーは和田恭平です。さあ、試合開始のゴングが鳴りました。第3戦、相手はダイナミック T こと田植えアキラです。グリグリ顔面を踏みつける。170キロ、簡単には投げさせてくれません。腹部にパンチ攻撃。技を解きます。息をつく暇もない。5分経過。強烈に締め上げていく。ブレイクになります。ボディースラム、落差は十分。
決めていく。自力でほどきます。フロントキック、コーナー最上段から強烈な一撃、超ハイアングルのボディースラム、ちょうど君の衝撃に吹っ飛んだ。掴み起こすハンマーパンチ。15分経過、おっと技を解きました。エルボーで防御していきます。強烈、バックを取って投げていった。ビンタで張っていく、喉は落とし、叩きつけた。ツーカウントで返していきます。顔面を蹴っていく、掴み起こします。ハンマーパンチ、パワーボム、豪快に投げっぱなした。カウントが入る。カウント3、これは返せなかった。田植えから勝利を奪いました。今宵も幾多の強者たちが戦ったこの日本武道館にやってまいりました。さあ、ベイダーの登場だ。そして今リングに降り立ちます。マッチ30分一本勝負を行います。青コーナー370ポンドベイダー、大谷選手ベイダー、今宵も超 3D 空間にいざないます。長コーナー270ポンド小橋健太、この男燃えてます。バーニング小橋健太、全身火だるま状態。レフリー和田恭平、レフリーは和田恭平です。さあ、試合開始のゴングが鳴りました。おっと、技を解きました。掴み起こす、打ち込みます。デッドロック外していきます。ショルダースルー、後方に落としていく。5分経過、5ミニッツ、DDT を決めていった。スリーパーホールド、技を解きます。動きを止めていく、自力でほどきます。ショルダースルー、10分経過、10ミニッツ、バックを取って投げていった。切り返していった。膝へストンピング、
からヘッドロックに外していきます。ショルダースルー、後方に落としていく。15分経過、連発していく。ハイアングルのボディースラム、リフトアップスラム、掴んで起こします。技を解きます。強烈、思いっきり打ちつける。パワーボム決まった。20分、叩き込んでいきます。パワーボム放り投げた。ロープブレイク、強烈なパンチだ。ボディに見舞っていく。強烈、片襟で固めた。決まった。カウント3、小橋から勝利を持ち取った。今宵も幾多の強者たちが戦ったこの日本武道館にやってまいりました。さあ、レイダーの登場だ。そして今、リングに足を踏み入れます。マッチ30分一本勝負を行います。青コーナー370ポンドベイダー、初判定のこの体、今宵もベイダータイムの始まりだ。長コーナー255ポンド川田俊明、デンジャラスの申し子川田俊明、ひじりの鬼となれ。レフリー和田恭平、レフリーは和田恭平です。ゴングが鳴りました。試合開始です。第5戦の相手はデンジャラス恵子と川田俊明です。ストマックのあたりにパンチを打ち込みます。でいきます。技を解きます。5分経過、5 minutes go。 強烈、息をつく暇もない。アバランシュ、ロープに逃れます。ボディブロー、叩き込んでいきます。掴み起こします。10分経過、カバーの体勢、決まった。カウント3、川田を粉砕、勝利をつかみました。今宵も日本武道館は熱気に包まれています。さあ、レイダーの登場だ。そして今、リングに降り立ちます。
沢が入場してまいりました。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー370ポンドベイダー、大谷選手ベイダー、今宵も超 3D 空間にいざないます。我がコーナー255ポンド伊沢光晴、この男静かに燃えるアンタッチャブル三沢光晴、レフリー和田恭平、レフリーは和田恭平です。さあ試合開始のゴングが鳴りました。第6戦立ちはだかるは三沢だ。全力勝負は必死です。エルボー顔面に放っていく。170キロ、簡単には投げさせてくれません。ロープに振った、スピンキックを食らわしていきます。コーナー最上段からダイビングエルボー。5分経過、5分経過、ダウンさせてダウンロードストレッチに移ります。命綱に届きます。顔面に放っていく。エルボー、エルボー、エルボー、さらに打ち込む、決めていく、自力でほどきます。10分経過、エルボー、エルボーを叩き込む、掴んで起こします。ライブネイヤー、決めていく、ブレイクになります。ドロップキックを決めていった。ボディスラムで叩きつけていく。顔面に放っていく。15分経過。タイガースエルボー。15分経過。技を解きます。ブレイクになります。切り返していった。ジャーマンスープレックス、見事な人間強、返します。投げていく。20分経過。ホール、スリーカウント奪った。三沢光晴敗れ去った。全国100万人のドリームキャストユーザーの皆さん、笑点の館日本武道館です。さあベイダーの登場だ。そして今リングに足を踏み入れます。オンタイジャイアントババ、威風堂々の入場です。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー370ポンドベイダー。初外れのこの体、
今宵もベイダータイムの始まりだ。我がコーナー300ポンドジャイアントバーバー、王道復古の大号令、昭和のスーパースタージャイアントババ、今宵降臨。和田恭平、山田恭平、ゴングが鳴りました。試合開始です。最終戦、世界のジャイアントババの登場だ。おお、重い。自力でほどきます。ショルダースルー、掴んで起こします。振っていく、強烈カウンター超170キロ、簡単には投げさせてくれません。5分経過、5分経過、連続で打ち込む。アバランシュホールド、まだまだといった感じです。軽く振りほどきます。さらに打ち込む。ハイアングルのボディスラム、掴み起こします。10分経過、掴み起こす。ストマックのあたりにパンチを打ち込みます。同点からマットに突き立てた。ホールした。まだまだといった感じです。掴み起こす。パワーボム放り投げた。15分経過、カバー、スリーカウント奪った。ジャイアント馬場から勝利をつかみました。